おほほほほほ、バカ弟子ではないか。よくわしを見つけられたな。これは舶来の健康器具でな、内臓の健康に良い上に3ヶ月で15キロ痩せられるのだ。おまけに腰痛にもいい。おかげでここんところ会食快便だわい。ぬおはは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 。お前も懲りておらんようだの。だからお前はアホなのだ。知らんの。そんなに知りたかったらわしともう一度剣の勝負だ。あれからどれだけ腕を上げたか見てやるわ。私は腕を上げたようだな。これ。わしに数回勝っただけで全てを得ようなど甘いわ。あまりに甘くて蜂蜜を吐いてしまいそうだわ。わしはこの村には二度と来ん。再び放浪の旅に出る。天地をもって我が心とすれば至るところに安楽ありだ。次に流れ着く場所を探し当ててわしに勝てたら少しは考え直してもよいぞ。ん？ではさらばだ。
ですね。普通の服ですね。この組み合わせ似合いますか？この組み合わせ似合いますか？そんなところを見つめないでください。顔に何かついていますか？Thank you.
さあ、行きましょう。次は港の町、フローレですね。あの有名なインペリアル歌劇団が来てるらしいんです。どんな感じの町なんだろうね。私、一度あの歌劇団の舞台を見てみたかったんです。本当ですか？嬉しいです。今から楽しみにしています。手応えあったかな。ありがとう。次も頑張るよ。ハンナさん、これからも頑張ってください。あの、妹さんがいるんですよね。その妹さんについての話を聞かせてくれませんか？そうですか。いい妹さんですね。今度お会いしたいですね。ありがとうございます。嬉しいです。うん、ソフィアはよく頑張ったよね。港の町、フローレに着きましたよ。存じませんが、ごめんなさい。申し訳ありません。私ったら不注意で。お怪我はありませんでしたか？え、そうもいきませんわ。私、マーユと言います。家も近いですから、そこで手当てを。こちらです。来てください。
様よ。これお客様に失礼でしょ。一体どこでそんな言葉を覚えてくるのかしら。お姉ちゃん、これからお客様と大事なお話があるから、みんな外で遊んできなさい。貧しい家ですが、応急手当ぐらいはなんとかなりますから、椅子にかけて待っててください。私、薬を取ってきますから。ダメよ。おかゆを後で持ってきますから。ほら、横になって。おじいちゃん、それは言わない約束でしょ。始めますね。ところで、皆さん方はどういったご用でこのフローレの町にいらしたんですか。でも無理しないでくださいね。あ、それからお話の女の方でしたら、最近灯台の近くでよくお見かけします。物思いにふけっているように海を見ていらして、確かちょうど今ぐらいの時間です。ことがあるような気がします。でも私、父に海で拾われる前の記憶がないのです。だからどこで聞いたかはわかりません。ごめんなさい。そうですね。
だわ。あれはどうかしら。私、父に拾われた時に手に不思議なキューブを握っていたらしいんです。家にあります。あの、待ってください。家には鍵がかかってて入れません。これを持って行ってください。家の鍵です。いたしまして。